ウッチャイヒシュラバスウッチャイヒシュラバスは、インド神話に登場するのつの頭を持った空を飛ぶ、馬である。神々が、父海各藩を行った際に生まれ出た。ウッチャイヒシュラバスは最高の馬であり、馬の模範であり、馬の王と考えられている。しばしば、インドラのバーハナとして描かれる一方、マハーバリーの馬であるとされる場合もある。また、純白の毛色を持つとされている。 ジョージ・ハリスンのレーベル、ダーカ・ホース・レコードのロゴは、ウッチャイ・ヒシュラバスがモデルになっている。マハーバーラタでは、ウッチャイ・ヒシュラバスは、父改革藩から生まれ出て、それをインドラが捕らえて、彼のバーハナにしたと語られている。この時の父改革藩では他にも、ダクシュミー,ヤー・アムリタ、その他の秘宝が、ウッチャイ・ヒシュラバスと共に生まれ出ている。ウッチャイ・ヒシュラバスが、 父海各藩で生まれたという話は、ラーマーヤナ、ビシュヌプラーナ、松屋プラーナ、バーユプラーナなど様々な文献で語られている。一方でウッチャイヒシュラバスを除けば父海各藩から生まれたとされる秘宝は、それぞれの文献ごとに異なっており、ウッチャイヒシュラバスだけが、概ねのバリエーションで共通して語られている。七つの頭と翼を持ったウッチャイヒシュラバスとその他、 父地海各藩から生まれた秘宝、ウッチャイヒシュラバスは、バガバットギーターでも、クリシュナとアルジュナの講話の中で言及されている。クリシュナが自分が、宇宙の根源であると告白する場面で、自分は、馬で言うところのウッチャイヒシュラバスであると例えている。馬のうちでは、私は感度を生じたウッチャイヒシュラバスであると知れ、憎悪のうちのアイラーバタであると知れ、人間のうちでは王であると知れ、 バガバットギーター上村勝彦役、12世紀に書かれたハリハラチャトゥランガでは、創造神ブラフマーが、生贄の儀式を行った際に、ウッチャイヒシュラバスという名の翼の生えた白馬が生まれたと言及されている。また、父海角藩より生まれたウッチャイヒシュラバスは、アスラオーマハヤバリによって捕らえられ、彼は多くの困難なことを成し遂げるために、ウッチャイヒシュラバスを利用したと言われている。 ビシュヌプラーナでは、プリトゥが最初の地上の王として就任し、続いて、それぞれの王が即位する。そしてウッチャイヒシュラバスが、馬の王の地位を与えられている。マハーバーラタでは、カシュヤパの妻である姉妹、ビナターとカドゥルーがウッチャイヒシュラバスの王の色をめぐって、賭けをしている。ビナターは、白い方に賭け、一方で、カドゥルーは、ウッチャイヒシュラバスの王は黒であると予想した。 そしてこの賭けに負けた方は、勝者の奴隷となる約束が結ばれた。カドゥルーは前もって、彼女の息子であるナーガたちにウッチャイヒシュラバスの王を覆い隠すように言いつけた。彼女たちが確認すると、ナーガたちに覆い隠された王は黒く見え、従って、カドゥルーが勝者となった。カーリダーサの女ジ,ジシ、クマーラ・サンババでは、比類なき馬でありインドラの栄光である、ウッチャイヒシュラバスは、 アスラのタアラカによって展開から奪われたと語られている。デイビバーガバタプラーナでは、太陽神、スーリアの息子であるレバンタが、ウッチャイヒシュラバスにまたがりビシュヌの今日訪れた際に、ラクシュミーがウッチャイヒシュラバス、すなわち彼女の兄の散然と輝く姿に目を惹かれ、うっかりとビシュヌの質問を聞き逃してしまう。ビシュヌはラクシュミーがウッチャイヒシュラバスに式場を抱いたのではないかといかり、 来世でメス馬に生まれ変わるようにトラクシュミーに呪いをかけた。ありがとうございます。